こんにちは、のぶです。先ほどの石垣市民会館からの迎えに来ました。はい、で今日は12月14日木曜日の今の時間の12時56分です。市民会館の前には大きな公園があります。なんていう新栄公園、新栄公園でしょうか。大きな公園があります。ちなみに市民会館自体が、離島に行くターミナルのすぐそば歩いて5分10分もかからないところにあるので、まあ、離島ターミナルで時間がある方はちょっと散歩に来てもいいのかなと思います。さすがに平日の昼間あまり人はいません。ワールドピースベル、なんて書いてあるんでしょうか。読めないです。鐘、ワールドピースベル、世界平和の鐘の会、鐘がありますね。慰霊の日は鐘を打たれるそうですが、あといろんな日に鐘が打つ日があるようです。世界各国にこの平和の鐘ってあると、沖縄県は石垣市だけみたいです。北海道は稚内、大阪の鶴見緑地、兵庫県、滋賀県、関東にはないみたいです。あと海外各国にあるそうです。初めてこういう鐘の存在を知りました。スペルって書いてますね。ということで、離島ターミナルからもほど近い市民会館前の、新栄公園、新栄公園からお届けしました。ありがとうございます。